有料版食べログで西成区たこ焼きと検索し、表示されたランキングをもとに作成しております。めったに乗らない路線、秘境と呼ばれる駅、日本最大の遊郭など大阪のディープスポットにあるたこ焼き屋に足を運んで、舌で味わって体を張って紹介していきます。ランキングの前に番組登録を、終わったら評価とコメントをお願いします。それでは西成区のたこ焼き屋ランキングスターティン。南海高野線西天ヶ茶駅、富橋線は後ほど紹介します。西天商店街を爆走します。月曜日のお昼なんですが、半分以上のお店がシャッターを閉めてます。昼間なのに薄暗いところもあり、ちょっと不気味です。お好み焼き屋がある道を入るとありました、ダウンタウン。ダウンタウンの通りが違うって、これで合ってますよ。 Z 世代は小学生の時から英語やパソコンの授業があって、横文字には慣れっこですが、昔の人は聞いた英語をローマ字に変換してたんです。スマホがないからスペルをググれないし、ローマ字表記がなかった。大阪のおばちゃんのママさんは恥ずかしがり屋で普通の NG。 芸歴じゃなくてこの道32年の大ベテラン。この鉄板にも歴史を感じます。ちなみに Google マップでは休みなしの正午から20時半まで営業って書いてるけど、実際は水曜日休みの9時から15時頃までなんで、お間違いなく。西天商店街はお昼にはお店を閉めるところが多くて、夕方には誰も通らなくなって営業できないそうです。か弱い女性が一人で危ないですもんね。店名のダウンタウンはあの芸人とは無関係ですが、なんとゴブゴブのロケで浜田さんらが来たそうです。浜田さんらも食べたネギタコ7個300円。撮影用か普段からか、ネギやマヨや魚粉やらいっぱいかかってます。サービス満点。マヨネーズとネギを乗せていただきます。外はカリカリっとして、中はたこ焼き粉の袋に変えている分量で溶いたようなもっちり感。生地が強いというか濃い感じ。とろっと溢れないけど、かつお節や四男で取ったという出汁が効いて美味しい。タコチェック。この価格でこの大きさは良心的。どこの店も言われますが、材料費の高騰で値上げせざるを得ない。こちらも最近値上げされたそうですが、お客さんもそりゃしゃあないやろうと納得されているようです。そんな状況でこのタコの大きさ、ネギやマヨの多さに愛さえ感じます。その名の通り、下町にあるたこ焼き屋さんは、子供の頃遊んでもらったおばちゃんに久しぶりに会ったような懐かしさや楽しさを感じました。下町のたこ焼き屋さん巡り楽しいですよ。南海高野線塩見橋線、2両編成の電車が走る無人駅。南海の道頓堀塩見橋駅から2駅目なのに、1日の平均乗降人数は最小の140人ほど。大都会の秘境駅と呼ばれる木津川駅。せっかくなので周辺を探索します。さっき電車を降りたもう一人しか人通りがありません。改札を出たら雑草が生える砂利道、なんか不気味な男女兼用トイレ、落書きも放置されあり放題。柵と踏切だらけの一本道を進みます。バリケードに覆われているので、外から見ると中が見えないので、駅の入り口が非常に分かりにくい。初めて来た時、駅の存在さえ気づきませんでした。なぜこうなったのか。昔、角又一夜城のように木材を木津川に流してここまで運び、木材置き場だったそうです。列車に積んで各地に運んだそうですが、その役目を終えたようです。またいつか綺麗な駅になって日の目を見るかもしれません。
何もないと聞いてましたが、駅周辺にはコンビニさえありませんでした。あるのは不法投棄だけ。国道近くにはマンションも見えてきて、人通りもちらほら。激安スーパーのラブーさんがありました。人気のたこ焼き屋に来たつもりが、ラブーン来たつもり店に来ちゃいました。関西を中心に124店舗展開するラムーさん、食品や惣菜コーナーとは別にたこ焼き屋も運営されています。パクパク来たつもり店。時を遡り12月のある日、西成ロケ一発目。今年はアラシックスくらい虎のスカちゃんを羽織ったミキが食券を買ってらっしゃいました。釣らないようにしばらく待ってたんですが、お時間がかかりそうなんで先に外観から撮って、立ち去った後に店員さんと喋ってたら、虎のスカちゃんミキが戻ってきて、人を勝手に移すなと怒られちゃいました。こうなるの分かってたんで配慮したつもりが、一発目から洗礼を受けてしまいました。ここの特徴はたこ焼き1パックなんと100円。ソース、かつお節、青さもたっぷりかかって、玉も十分な大きさ。マヨネーズは別途10円かかります。それではタコの大きさも見ていきましょう。タコチェック。大きいとは言えませんが、100円なのにしっかり入ってました。お味はたこ焼きミックスを溶かしたような家庭の味ですが、生地がしっかりしてて十分たこ焼きの美味しさを楽しめます。シャバシャバな感じは一切しません。お姉さんに撮影許可をいただきましたが、私は撮らないでね、絶対ですよって何回も言われ、早く押せよとは違うようでした。お姉さん映せなくて残念ですが、すごく撮影に協力してくれてありがとうございました。テイクアウト専門でイートコーナーがありません。みんなどこで食べてるか尋ねたら、あっちの方とガレージの裏側を指しました。ところが何もないので仕方なく室外機の上に置いて食べました。たこ焼きの他にもソフトクリーム各種100円。ネカフェの食べ放題のやつよりよっぽど滑らかで美味しい。タピオカはブームが去ったからか売り切りになってました。運営会社の大黒天物産さんの関連200店舗近くにパクパクがあり、お店によってはたい焼きやかき氷なども販売されているようです。タコは普通サイズ、ボリュームもあって6個100円税込み。激安スーパーの広告等だからこそできる破格の安さ。ソフトクリームも小さめながら美味しいし、100円玉1枚で小腹が満たされるので、ライフラインが確保されたようなもの。近所にもぜひできてほしいです。100円で美味しいたこ焼きが味わえる希少な存在。安くて美味しいたこ焼きが多い西成区の中でもお財布への優しさナンバーワン。大阪メトロ四ツ橋線花園町駅、国道26号の向かい側にあるのがタコベー花園町店。テーブル付近のみ撮影許可をいただきました。店内の様子はご容赦ください。編みかけのマヨネーズがとても綺麗ですね。玉がでかくてずっしり重いんです。早速タコチェック。玉が大きいんで遠近法があまり効果ないかも。一般的なサイズかもしれませんが、歯ごたえがあって美味しいタコでした。16時から19時限定のワンコインセット。まずはおしぼりが出てきて、すかさず小ジョッキーの生ビールが出てくるんです。ブハー。たこ焼き4個とアサヒスーパードライ1杯でワンコインってめっちゃ安ない？ふわとろのたこ焼きを頬張りながら生ビールをグビ。500円で実現できる最高のお幸せ。おつまみメニューも豊富で本格的。
ドリンクメニューもたくさん。食べログにはと書いてますが、13時から16時は空いてません。たこ焼き、揚げたこ焼き、わんだこがあり、味は素焼き、ソース、醤油、ポン酢、岩塩、トッピングは青のり、かつお、マヨネーズ、一味、有料でネギとチーズがあります。外はふわっと、中から生地が溢れて美味しいたこ焼き。一品料理も豊富で気軽に飲める人気店。愛想がいい店員さんの接客が気持ちいい。そんなタコベイさんでした。桜川に1号店があるみたいですよ。たこ焼き4個、生ビール1杯、合計550円。ワンコインセットと1品注文しても1000円ぐらい。サクッと飲んで帰るにはちょうどいいお店。恵比寿町から浜寺駅前をつなぐ阪海線、南海栄筋線、天ヶ茶屋駅から徒歩5分。天ヶ茶屋駅前商店街をそのまままっすぐ進むと、阪海線の北天ヶ茶屋停留所があります。一両編成の無人駅、遮断機も自動改札もありません。1日の平均乗降人数は89人。電車が近づくブザーが鳴ってもほらこの通り。ドイツ掃除さん、線路内で取り放題。停留所直結のコーヒーショップがあります。天ヶ茶屋駅前商店街から続く街灯も名もなき商店街にあるのがたこ焼きこだま。3個の例どころかやっとお会いできました。食べログや Google マップが営業中となっててもお休みで、張り紙を見てきてもお休みで、お体を壊されたのかと心配していました。実はあらゆる材料費の高騰についていけなくて値上げに踏み切ったそうです。現在10個300円ですが、値上げ前は10個250円でした。値上げをしても材料費が上がっている分利益が増えるわけではありません。値上げ前と同様に売れないと店が成り立たない。売り上げが減ればやめようか。様子を見ながらお店を開けてたそうです。ちなみに営業は11時半から14時まで、定休日は月曜日ですが現在は不定期営業。また通常通り営業されるかもしれません。遠方から行かれる場合はお店に確認してください。こだまさんのたこ焼き10個300円。お店には椅子が1脚しかないので北天ヶ茶屋のホームでいただきました。構内にはカフェもありますよ。このフォルム素晴らしい。薄皮がカリッとしてて時間が経つとシワシワ、完全にまん丸じゃないところがノスタルジック。タコチェック、タコタコになりましたもんね。それでもちゃんとタコの食感は味わえました。外は薄皮でカリッとしてて、中から出汁の効いた生地が溢れ出す昔ながらの美味しいたこ焼き。アイドルタイムが長ければもっとカリカリになるんでしょうね。ソースはウスターに何かを混ぜたのか、ほんのり粘度があってフルーティー。マヨネーズはかかっておらず、大さと粉かつおがかかってました。玉も小玉で庶民的なたこ焼きですが、10個300円と値段も超庶民的。昔ながらのたこ焼き屋さんがなくなるのはめっちゃ寂しい。ご主人はまだ若いので今まで以上に繁盛して末永く続けてもらえることを祈ります。南海栄筋線天ヶ茶駅の目の前、駅前商店街の入り口にあるのが金のタコ天ヶ茶屋店。数年前に店名を変更されたようです。銀ではありません、金です。ジャンボなたこ焼きやお好み焼き、焼きそばが人気のお店で、食べログには駒川中野、若井岩田の3店舗が掲載されています。たこ焼きソースマヨ6個420円を注文しました。軒先の長椅子でいただきます。早速タコチェック。玉に負けない大きめのタコが入ってました。バランスが取れたサイズです。
箸で持つとちぎれそうなふわとろな大玉、金のタコの名にふさわしい黄金色の綺麗な焼き具合、まるで金粉のような大きな鰹節がゆらゆら揺れています。詳しくは聞けませんでしたが、鰹節などの出汁の効いたふわとろなたこ焼きに甘口ソースとマヨネーズがたっぷり塗られ、青のりと大きな鰹節が口の中で踊ります。甘口のたこ焼きのはずなのに後からガツンと辛みがやってくる不思議な美味しさ。焼いている時に何か塗られていたような気がしたので、ごま油と聞いたらソースに香辛料を混ぜているそうです。この香辛料のアクセントが後を引いてしばらく舌を刺激します。この地域の特徴でしょうか、ソースが甘すぎるってコメントがちらほら。それで香辛料を混ぜられているのかもしれません。お味は酢味、オリジナルソース味、ポン酢ソース味、和風あんかけ味、塩抹茶味、塩カレー味、岩塩があり、期間限定で柚子胡椒マヨネーズも選べます。お好み焼き、焼きそば、おもたこも大きさの割にはリーズナブルで美味しいと評判。地下鉄堺筋線のターミナル何回も乗り入れる天ヶ茶屋の駅前商店街の入り口と利用しやすく、店員さんも元気で活気があるお店、粉もん好きにはおすすめの金のタコさんでした。たこ焼き彩り。地下鉄四ツ橋線篠里駅からすぐ、石垣区役所からも近い好立地。女性2人でお店を切り盛りされてます。古い建物ですが綺麗に使われてます。銅板のタコ鍋だってピカピカ、添加層をこぼさず丁寧に入れてます。女性1人でも気軽に買いに行けますね。メニュー表も手書きで可愛いです。テイクアウトメニューも豊富です。横の通路から店内に入れます。4席あり夕方から混み合うようです。たこ焼き6個380円。まずはタコチェック。大きめのタコが入ってました。この価格にしたら良心的、歯ごたえあって美味しいです。特大サイズで外ふわふわ中とろのたこ焼きは特製たこ焼き粉とだし粉を混ぜ合わせたオリジナル。だしの効いた生地が中からとろけ出してめっちゃ美味しい。ちなみに寸胴に鰹節や昆布などを入れてだしを取るところは稀です。チェーン店は同じ味にするために製粉メーカーに委託していろんな粉を混ぜ合わせてもらってます。彩りさんは仕上げに何かをかけてふわとろで美味しく焼き上げます。フルーティーなソース、しっかりしたマヨネーズ、鰹節の上にシャキシャキなネギを乗せてます。きめ細かい丁寧なたこ焼きで美味しかった。他にも焼きそばや一品メニューもあり、昼飲みできますよ。明るいスタッフさんと会話を楽しみながら飲める彩りさん、常連が絶えない人気のお店です。駅地下で利便性がよく気軽に立ち寄れる、女性スタッフによる彩りあふれる人気のたこ焼き屋さんでした。日本最大の遊郭、飛田新地の真ん前、あっちち本舗飛田新地本店。こちらのお店は別動画があります。概要欄のリンクからご覧ください。早速タコチェック。刺身などに使う貴重な生タコが入ってました。食感&旨味抜群。最大の特徴は何といっても砂の通り、あっちち。生地は鰹だしと小麦粉を絶妙に配合し、あえて熱伝導率が高い銅板ではなく、手すぎ物で極限まで皮を薄くじっくり焼き固めることで、外カリあっちっちーな生地がとろーり溢れてこの美味しさになるようです。甘口のたこ焼きに甘酢生姜、オリジナルソースは甘みと酸味が絶妙でフルーティー、すんごい美味しい。量のネギや甘酢生姜は別添えで、苦手の方も大丈夫。お子様や女性も喜ぶいわゆる王道タイプ。たこ焼き8個600円にビッグなうどん茶300円、
ドリンクセットで800円になりました。素焼き、ソース、醤油、塩ポン酢にマヨネーズを掛け合わせて9つの味が選べます。一番人気は醤油マヨ。素焼きでも出汁が効いてて美味しいですよ。個人的に最近ハマったたこ焼きです。道を隔てて遊郭という驚きの場所にありますが、たこ焼きの美味しさが口コミで広がり、今では飛田新地、道頓堀、新世界、木津市場の4店舗、道頓堀店は行列ができるくらい人気になりました。おすすめのたこ焼き店です。同系列のため苗と2位同時発表。会津屋天下茶屋店。会津屋本店。地下鉄よす橋線玉出駅下車徒歩2分。ここがたこ焼きの誕生の地、会津屋さんの本店にやってきました。なんだかとても懐かしい気がします。ただいま。初代遠藤留吉さんが大阪で屋台を始めなければ、たこ焼きが大阪名物になってなかったかも。たこ焼きの原型、元祖ラジオ焼き、元祖たこ焼き、たこ焼きのヒントになった明石の卵焼きなど、いろんなたこ焼きがあります。今回はチーズ焼きを食べてみたいと思います。早速、たこチェック。たこ焼きは小玉ですが、たこは大きい。パンプアップしたみたいにたこがコリコリ。外はカリッとしてて中は空洞。空洞の中に大きなタコが入ってて食感抜群。だしと醤油味がしっかり効いた生地は何もつけなくても美味しい。チーズはとろりと伸びることなく、生地の風味を壊さずコクを深めます。縁の下の力持ち的な存在。名前は忘れたけど、成分的にはプロセスチーズとほぼ同じとのこと。美味しくてビールがついつい進みます。後日天下茶屋店で卵焼きの出汁付きをいただきました。卵と鰹出汁のいい香りが漂います。とっくりのお出汁をお皿に移します。卵焼きは注文してから10分ほどかかります。とても綺麗な焼き色してますね。たこ焼きと違って重みもあるしふわふわ。これを出汁にどっぷりつけていただきます。今日も自転車で天下茶屋付近のたこ焼き屋を巡って寒かったんですよ。焼きたて熱々でめっちゃ美味しそう。濃厚な卵がたっぷり使われてしっとり。しっかりと出汁が効いた生地ではなく、素材を生かしたまろやかなお味。そして大きなタコが存在感抜群でめっちゃ美味しい。コリコリを通り越してゴクゴキュって感じ。出汁なしだと650円ですが、タコ焼きみたいに味がしっかりついてないので出汁付きをおすすめします。温まるし上品なお味が美味しいですよ。ちなみに明石焼きと呼んでますが、正式には明石の卵焼きと言います。アジアさんがラジオ焼きを焼いてた頃、明石ではタコを焼いてるでーとお客さんの一声が大阪でのたこ焼きの誕生だと言われます。以上、アジアさんのチーズ焼きと卵焼きでした。天下茶屋の駅ビルの中にあるので利便性抜群。天下茶屋に行くたびについつい寄っちゃいます。90年ほど前に誕生したラジオ焼き、本店が移転されたのが約30年前ですが、たこ焼き誕生の地の風格があります。一福。ランキング常連の一福さんが西成区のたこ焼き屋の頂点に立ちました。おめでとうございます。それでは早速たこ焼き10個600円をいただきます。西成区で10個600円は決して安くありませんが、おばあちゃん特製の生酢がついてきます。これがさっぱりしてありがたいんです。とチェック。これは胴の部分でたまたま小さめですが、他のはもうちょい大きかったです。外はカリッとしてるけど中から生地が溢れない空洞の西成流たこ焼き。
生地にしっかり出汁と醤油の味がついていて、そのままでも美味しい。ポイポイ食べられて10個じゃ満足しないほど、やめられない美味しさ。で、毎回同じこと言ってます。箸休めにおばあちゃんの生酢を食べてお口をリセット。飽きることなくまたたこ焼きを食べられます。たこ焼きを食べ終わってもたこ焼き10個、キャベ玉ダブル、イカスペを注文の方にはおすましをサービス。年末に紹介したタコスープとは違い、ダブル生姜は入ってないけど、柚子がめっちゃ香ります。寒い冬には最高のサービスですね。三つ葉とたこ焼きが1個入ってて、薄味のおすましが上品で美味しい。おばあちゃんサービス良すぎです。十分たこ焼きを堪能できて満足です。1位になってもおごることなくサービス精神を忘れない、大阪を代表する西成の名店でした。